皆さんこんにちは。今日のテーマは教会成長ですが、この教会には必要ない。もう今皆さんやってることをそのまま続ければすぐここはいっぱいになって、もっと新しい大きいパチンコが多分必要になります、ね。私はいろんな教会行きますけども、もう入った瞬間その教会が成長してるか停滞してるか分かります。この教会は成長の例あります。日本の教会いろんなところに行ってお話しますけども、面白いことありますね。教会成長の学び欲しい教会は成長している教会、成長してない教会は教会成長は興味ないんですね。でしょ。面白いですね。いつも人は持ってるものをもっと欲しいんです、ね、聖書的ですね。持ってる人にはもっと与えられると書いてあります。でも与えられてもそれを活用しなければ神様すぐ取って、それ必要としているところをもっともっと与えますね。ですからもっと成長したい、もっと成長したい、そういう教会はもっと成長するんです。アメン。だからこの教会に必要ない。だから終わります。世界でいろんなリバイバルと呼ばれるこの神様の大きな働きが起こっている場所、国ありますね。最近メキシコの報告を聞きましたけども、でも興味深いことは、例えば私もアルゼンチンが大きなリバイバル経験した時、カルロス・アナコンディアという大衆伝道者が出てきて、そしてこのアルゼンチンのキリスト教の歴史をですね、アナコンディア以後というふうにですね、分けるほど大きな働きをした人ですね。今ももちろんしてるんですけども、そのリバイバルの真ん中のアルゼンチンに日本の教会から30人ぐらいの牧師先生たちと一緒に行ったんですね。でもうものすごいことが起こってるわけです。でリバイバルというのは、その例えば1年ぐらいの間に、教会が10倍20倍ぐらいになるんです。皆さん想像できますか。今この教会200人300人でしょ。1年後に3000人になったらどうします。どこに入るんですか。駐車場どうします。その前全部使っても足らないですよ、ね。でアルゼンチン の、その首都ですね、そこにいろんな教会行きました。成長している教会、ある教会は映画館を買い取ったんです。3000人ぐらいしか入らないんですね。でもその教会はいつ礼拝してるかっていうと、いつも礼拝してるんです。1日24時間、そして1週間日曜日からずっと土曜日までいつ行っても礼拝してるんです。じゃあ夜中のね、12時から1時だけ全部ドアが閉まるんです。全部誰もいなくなるんです。その間に掃除するんです。そして夜中の1時ですよ、ドアが開くと並んでる人たちがダーッと入ってくるんです。そして大体一つの礼拝が3時間ぐらいありますね。1時間、賛美して、1時間説教して、1時間ミニストリーがあるんです。で終わるともう外に次の人が待ってるんです。で総入れ替えです、ね。それがもう24時間ぐる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 回ってるんです。で何曜日の何時に行っても礼拝、こういう現象を見るとですね、何曜日の何時からの礼拝が一番聖なる礼拝かなんて意味は全然ないわけですよ。もういつでも、これがリバイバルです、ね。そういう教会とか、あとは一つの教会で15万人ぐらい、ね。だからもうその教会はスタジアムから借りないと礼拝できない、こういう教会がいくつかあるんです。で日本から行った30人ぐらいの牧師さんの一人がですね、ちょっとその集会セミナーの合間に、私の友人が現地でですね、教会をしているので、ちょっと一緒に行きませんかって、誘われたんです。ランチを一緒にしませんかって。そしたらその現地の牧師さんと食事をしているときにですね、今回30人ぐらい日本から牧師が来たんですよって言ったら、その先生が、現地の先生ですよ、30人も日本の先生何しに来たんですかって言うんですよ。いや今ここでねすごいこと起こってるんですよって、こういう教会があって、さっき見た教会もここでね24時間でねって言ったらね、その現地の先生、
そんなこと起こってるんですか、全然知りませんよっておっしゃるんです。私たちの方がびっくりですよ。でもね、分かったことは、例えばその町その国でリバイバルが起こっても、そのリバイバルと関係ない教会もあるってことです。だからその町でリバイバルが起こると、その町にある教会が全部リバイブされるんじゃないんです。面白いと思いませんか。つまり関心ない教会は神様もあんま関心ないんです、ね、神様のことにあんまり関心ない教会は、神様もそういう教会はあまり関心ないみたいですね。だから何も起こらない、そう、起こってくる、すぐ隣の教会で起こってることを知らないんです。で、興味深い、例えばペンサコーラのリバイバル、大きな教会起こり、リバイバル起こりましたね。でもあの教会だけで、その隣の教会は全然知らない、まあ、知ってても関係ない、何も起こってない。ですから例えば日本にリバイバルが起こっても、そのリバイバルの祝福に預からない教会もたくさんあるかもしれないということです。で、そういう教会になりたくないですね。神様の訪れが来た時に、本当に教会の真ん中に主ご自身をお迎えできるような、そういう教会でありたいと思います。そのアルゼンチンにいた時に、その大きなリバイバルを経験している教会の牧師が日本の牧師にこういうチャレンジをしたんですね。皆さんは本当にリバイバルを求めていますかっていうんです。求めてるから来たんですよね。でも本当に求めてるんですか。皆さん、リバイバルというのはどういうことが起こるか見たでしょうと。例えば皆さんの教会に次の日曜日、今集まっている人の10倍が突然やってきたら、皆さんの教会は対応できますか。今度の日曜日、まあ明日日曜日ですね、ここにこうリバイバルが突然起こってですよ、3000人ぐらいの人たちがノンクリスチャンです、全員、まあ、ノンクリスチャンというか、まあ、新しいクリスチャンとかね、そういう人がうわーっと押し寄せてきたら、皆さん対応できます。ちょっと難しい気がしません。その人たちが一体何人ぐらい残ってくれるでしょうか。で、そのアルゼンチンの牧師がこう言ったんですね。本当にリバイバルを求めているんだったら、そういうことが起こりますから、その時にちゃんとその皆さんの教会の人たちがそれをしっかりと受け止めるような、そういう教会の体質を日本に帰ったらすぐ作りなさいって言われたんです。それから本気で教会の成長と形成のことを考え始めました、私は。で、それはね、何も新しいことじゃないんです。昔から聖書の中にある原則なんです。皆さんの手元にプリントをお渡ししてますけども、まあ、あんまり参考にならないと思います。まあ、読んでもいいですけども。教会って何ですか？教会って何ですか？建物じゃないね。教会どうです。教会って集会のことですか？例えば皆さんが今日教会に行ってくるって言いますね。どこ行ったの？教会行ってた。その時の教会って何を意味してます？まあ、建物でしょ。ちょっと教会に行ってくる、あるいは集会でしょ。あるいは私は教会の一員ですって言うけど、なんかその組織の一員って意味でしょ。でも本来は教会っていうのはエクレシアっていう言葉なんです。エクレシア、エクレアじゃないよ。エクレシア、ね、何々から呼び出されたものの集まりを教会っていうんです。ですから教会っていう言葉はね、日本語の教える会でしょ。教える会って書くから、何か教会っていうのは行って勉強するところっていうニュアンスがあるんですよ。でもここは正しいね。インターナショナルクリスチャンフェローシップって書いてある。フェローシップ、ね、そっちの方が教会の概念に近いんです。フェローシップって呼ぶ方がね。つまり皆さんはこの、まあ、北海道札幌、まあそれぞれうまいところはいろんなところでしょうけども、とにかく神様がこの世の中から皆さんを呼び出してここに集めたんです。皆さんは呼び出されたものなんです。その神様に呼び出された者たちが集まっている集まりを教会というんです。だから建物なくても、今日これ野原でやってるとします。野原でこれ教会ですよ。教会です、ね、呼び出される者の集まり、神様が呼んだんです。おい、こっちだよって。
で皆さんも人を呼ぶときあるでしょ、何々さんって。なんで呼ぶんですか。用事があるからでしょ。違う。まあね、中に今日いらっしゃるから新婚の夫婦、こう奥さんの名前呼んでね、何、いやただ呼んでみたかっただけねえ、そういうまあ多分ありますけど、まあそれ新婚時代だけですねただ呼んでみたかっただけで呼ぶのはね、普通は用事があるから呼ぶんです。あなたとかね、おいとかって呼ぶじゃないですか。何、ちょっとあれしてとかこれしてとかね。神様は私たちを呼び出したんです、この世の中から。そこに集められてるんです、偶然じゃない。何かをしてほしいんです神様、だから呼び出したんです。で教会というのはだからそういうフェロシップ。じゃあ教会は何をするのか、何をするために私たちを呼び出されたのか。クリスチャンでもね、長い間教会行っててもね、教会って何するとこですか、何するとこだと思ってますって聞くと、はっきり答えられない人がいるんですよ。今日はこの中にはいないと思いますが、ちょっと嫌味ね、ごめんね教会って何をするところなのか。さっき何しました。礼拝ね、はい。まあ、基本的に5つのこと、その、まあ、聖書的な御言葉から裏付けてありますね。時間節約したいので説明しないんですけども、5つのことをします。1つは礼拝です。礼拝をしますね。神様を褒めたたえることです。2つ目はね、交わりがあります、ね、交わり、フェロシップあります。3つ目は、奉仕あります、ミニストリーがあります。そしてもう1つは宣教、ね、ミッションがあります。そしてもう1つは訓練、ね、教える、ディサイプルシップですかね。教会でやってるほとんどの活動はこの5つのどれかに入ります。5つのでしょ、この教会でやってるいろんな活動ね、あると思いますけども、よく考えるとその5つのどれかなんです。どれかなんです。今ちょっと想像してくれますか。こういう樽があるとします。樽ってご存知ですよね。で昔の樽はね、今はプラスチックとかでできてますけど、木をこう、長い木を縦にこう組み合わせて枠をきちんとはめて、そして樽を作りますね。じゃあ今仮にこの長さの違う5本の板で樽を作るとします、ね、そうするとこう上の縁のところが凸凹になってるんです。こうね、ある板は長いから上に来るし、ある板は短いから下なんですね。ちょっとこうデコボコの樽ができるんです。さあ皆さんは水を入れます。ザザザザザザ。さあどこまで水が入ると思いますか。一番低いところまでしか入らないんです。それ以上入れると全部そこから漏れてしまうんです。ということは、私たちが本当に教会の成長、あるいは教会のキャパシティをね、たくさんの人がいっぺんに来ても大丈夫なような教会にするためには、この5つの今言った5つの要素をバランスよくその成長させていく、ね、必要があるんです。素晴らしい礼拝必要です。素晴らしい交わりも必要です。そして熱心な奉仕必要です。一生懸命訓練を受ける、学ぶことも必要です。そして熱心な伝道が必要です。これが全部どん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 成長していくと大きな樽ができるんです。だから水をたくさん入れても、つまりたくさんの人がいっぺんにやってきても、ちゃんと受け止められる教会になるんです。ですからいつも教会の成長を考えるときには、その5つのバランスを考えないといけないんです。どんなにその伝道がすごくても、その教会に例えば貧しい礼拝、あるいは交わりがないとすれば、たとえ100人の人を伝道して連れてきても、ほとんどの人は次の週いないんです。他のところが出ていくからです。ですからいつもバランスよく成長していく必要がありますね。でその5つの要素について簡単にいくつかの、まあ、サジェッション、ね、アイディア話します。まず礼拝です。その5つの中で、私は一番大切なものはまず礼拝だと思っています。素晴らしい礼拝が必要です。でも皆さん、礼拝って何でしょうか。礼拝というのは、
3つの方向性があります。一つは縦の関係ですね、つまり神様との関係ですね。皆さんはこの日曜日の礼拝とかね、まあ、いらっしゃるでしょ。でね、多くの教会でこう言うんです。今日の礼拝は恵まれたとか、今日は恵まれなかったとか、そういう表現聞いたことないですか、あるいは使ったことないですか。何をして恵まれたとか恵まれなかったって言うんですか。牧師の説教は今日は良かったから恵まれた。まあこの教会はね、毎週じゃあ恵まれると思いますよ。あるいは今日の特別賛美が多分良かったとか、賛美リーダーが素晴らしかったとかね、タンバリンのダンスが良かったとかね、あ、恵まれたって。でもいいですか、礼拝は恵まれるために来るんじゃないんです。これは多くの教会、多くのクリスチャンが間違ってるんです。礼拝は恵まれるために来るんじゃないんです。皆さんの満足のために来るんじゃないんです。礼拝が終わった時に、私は恵まれたかどうかを聞かないでください。最初に聞くことはそうです。これこうです。今日の礼拝で神様は満足なさったのかということです。いいですか、今日の私の礼拝を神様は満足してくださっただろうかってことです。私の満足じゃないんです、神様の満足なんです。今日の私の賛美は大丈夫だったかな、神様本当に心から神様を栄光を返したかな、心から素晴らしいって伝えることできたかな、イエス様に十分感謝を捧げることできたかしら、私の言葉や表情や態度で。札幌ってサッカーとか、それからファイターズとかね、ありますよね。で、ファイターズの試合なんか札幌ドームでやるのを見ると、稲葉選手が出ると稲葉ダンスって始まるでしょ、こうやってなん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 って、テレビの画面がこういうふうに、栃木県で見てるとこういうふうになるんですよ、こういうふうにね、テレビの画面がね、一人の野球選手のためにみんなが興奮してるんですよ。コンサドーレもそうでしょ。私たちはイエス様のためにもっと興奮しないとおかしいでしょ、ね、だから礼拝が終わった時に皆さんは自分自身に聞くべきです。今日の私の礼拝は主を満足させたかな、私の賛美は、私の表現は、私のこの顔の表現は大丈夫だったかな、ね、そして私の献金は神様を満足させたかな、なんか惜しみながら捧げたんじゃないかな、ね、こうカゴが曲がってくるでしょ、財布から出すでしょ、なんとなく離れにくい感じがしたかな昨日来たのにもう行くのって感じだったね、それとも喜んで主を思い切って捧げます、感謝と共に捧げます、今日の私のあの献金の場面を主はご覧になって満足されたかな、ね、それがチェックポイントですよ。そして興味深いことは、私たちがね、主が本当に満足された礼拝を捧げると私たちの霊も満足するんです。結果的です。最初に自分が満足したかどうか聞かないでください。私の礼拝を主が本当に満足して受け取ってくださったか、主の眼差しを一つも感じながら礼拝を捧げる、そうすると礼拝が違ったものになります。もし全ての人がそのような意識で礼拝をしたら、どんな礼拝になると思います。もう本当に主の臨在が豊かに現れます。そういうところにノンクリスチャンの人がいるとね、主に触れられるんです、涙を流すんです。ノンクリスチャンは礼拝できないんです。礼拝を見ることできます。最近この教会も多分そうだと思います、私たちの教会もそうですけども、毎週日曜日の礼拝に新しい人来るんです、ノンクリスチャンの人が。で、彼らはね、その霊的に新しく生まれてないから、霊によって神様を礼拝できないんです。でもクリスチャンが礼拝してるのを見るんです。だからそれがもう伝道ですよね。主を礼拝しながら本当に幸せそうなその、ね、人が隣にいるわけです。なんでこの人こんな幸せなの、あ、どうもその礼拝している神様と関係があるらしいと、あ、私もそれ欲しいと思うんです。ある教会ではね、その伝道礼拝というのをやるんですよ。つまり何ていうか、こう来週の礼拝は伝道礼拝で、新しい人のための礼拝ですから、ノンクリスチャンを連れてきてくださいって言うんです。これは愚かです。
愚かです。伝道礼拝、伝道と礼拝は両立しないんです。クリスチャンが本当に主に心から、ね、礼拝を捧げる、それが伝道なんです。その場所にクリスチャンたちが座ってるだけでいいんです。主の臨在に触れるんです。わからないけど涙が溢れてくるんです。そしてわからないけど悔い改めるんです。まさにあのペンテコステのように、救われるためにはどうしたらいいんですか、私もイエス様が欲しいんです、どうしたらいいんですか、聞いてくるんです。だから私たちが素晴らしい礼拝を捧げるときに、新しい魂も救われていくんです。まず上との関係ですね。いつも礼拝を捧げるときに、今日の礼拝を主は満足してくださったかということをまず聞いてください。その礼拝をしているときに、今の私の礼拝は本当に主に喜ばれているか、主の眼差しをいつも意識してください。そうすればあなたの礼拝は変わったものになると思います。そして礼拝は横の関係がありますね。つまり一緒に礼拝をする人たちです。私たちが一緒に礼拝をすることによって、同じ言葉を歌いますね。言葉が。つまり同じ信仰告白をするわけです。そうやって私たちは霊的に一つになっていくんですね。あの使徒の働きを見るとね、初代教会に彼らは心を一つにしてっていう表現が出てくるんです。何回か心を一つにして、あの一つにするというのはね、感情的な流れが一致するっていう意味なんです。興味深いでしょ。皆さん誰かとね、本当に同じ感情になることってあります？なかなか難しいでしょ。でもね、礼拝の中で聖霊が働かれるとね、本当に同じ感情の波長が合うんです。そうやって教会は一致を生み出していくんです。考えてみると、教会ほどバラバラの人が集まっているところないと思いませんか。年齢もバラバラ、職業もバラバラ、顔もバラバラ、まあもちろんですけどね。でも他の例えばところだと、なんか共通点がいっぱいありますね。学校どうですか。学校年齢が大体近いでしょ。会社どうですか。大体似てますよね。でも教会ほどこんなに年齢差があって横も縦も違うところないでしょ。一番一致するのが難しいんですよ。一番心を一つにするのが難しいんです。だから多くの教会で分裂するんです。それは礼拝が貧しいからです。みんなが心を一つにし、主の臨在の中で同じ信仰告白をしていく、ね、同じ言葉をみんな歌うんです。その中で聖霊による一致が生まれてくるんです。教会の一致っていうのはね、皆さん仲良くしましょうね、そんなことじゃないんです。礼拝の中で生まれてくるんです。一緒に心合わせて礼拝をするときに、霊的な一致がずっと広がってくるんです。だから礼拝っていうのは横の関係もあります。もう一つは、礼拝はうち自分自身に対する、ね、あの先生はね、アメリカ人でしょ、ね、すごくその感情表現が豊かでしょ。でも私たち日本人はちょっとシャイだから、あのちょっとこう控えめに表現するでしょ。でも私たちもね、人間だから自分の内側を表現したいんです。だから礼拝を借りて表現すればいいんです。礼拝の時は あんまり踊っても誰も文句言わないでしょ。叫んでもね、大きな声で主を感謝しますって言っても誰も止めないでしょ。時々私たちは自分の内なる言葉をね、感情をそうやって言葉で表現しなきゃいけない、不健全なんです。日本人は非常にこう世界の国の中でも、いわゆる自殺とかうつ病になる人が確率的に多いでしょ。パーセンテージが多いんです。それはね、一つは国民性あると思います。内側に内側に溜めるからです。日本でね、その自殺率、人数から言えばやっぱ東京が一番多いんですけども、その自殺率、人口に対する自殺率が多いところってやっぱ東北なんです。秋田県が一番です、毎年ね。やっぱ東北の人ってね、我慢強いんです。うちに秘めちゃうんです。この中で東北の人いる？あ、はい、我慢強いでしょ、はい本当に我慢強いですね。もちろん何にも例外があります何にも例外がありますけど、ね、でもその我慢強いという一つの美徳は、一つ裏を返せばね、もう内側にどん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 こう溜まっていくんです、ね、
だからもっとそういう人たちはこうね、表現した方がいい。表現をしたい。でも道歩いてる時にね、わーって言ったらね、みんなびっくりするでしょ。警察呼ぶかもしれない。礼拝に来て、もう内なるこの思いをね、うっせきした思いをね、主に向かってわーって賛美するんです。それは実は魂の健康のためにとても重要です。だから礼拝って一石三鳥ぐらいね、主との関係も素晴らしくなる、横との関係も素晴らしくなる、そして自分自身も解放されていくんです、ね、これが礼拝です。教会にはこの素晴らしい礼拝がどうしても必要です。だから皆さんは一緒にね、そのより素晴らしい礼拝を神様に捧げるためにはどうしたらいいのか、ね、ここには素晴らしいダンスチームもありますね。まあ、いろんなアイデアをもらったらいいと思います。ちょっと休みたいんですけど、質問ありますか。あんまりそれには寄ってませんので気にしないでください。あんまりプリント関係ないと思いますけども、あのだからその質問しないで、そういう質問はあんまりしないでください。私もどこ喋ってるかよく分かんないで喋ってる。まあ、今礼拝について話してますので、だから一番のところですね。はい。ね、皆さんの礼拝、自分が皆さんが今日の日曜日捧げてる礼拝はいい礼拝でしょ。ね、だからもう教えることないって言ったんですよ。素晴らしいで、ね、私も本当に昨日今日さっきね、一緒に皆さんと礼拝して、もうすぐ分かります。もう神様の満足を感じるんです。あ、はいはい、はい、あの例えば私時々何か家庭の問題とかあって落ち込んでこう来ますよね、はい、そういう時も変な言い方なんですけど、もっとこう作るわけじゃないんですけど、そのもっとなんかアップして、そういうことじゃなくて、じゃなくて、あのもしね、あなたが皆さんが落ち込んで、今日はまあダンスもしたくないとね、先生はもうジャンプしてるけど私はついていけないんですよね。今日はもう体も疲れてると、で家庭もいろいろあって、仕事もいろいろあって、もうね本当にすごいこういう気持ちなんだっていう時は、もう椅子に座ってればいいんです。座って主の臨在を触れればいいんです。周りに元気な人がいるから、そういう人たちの元気もらえばいいんです、ね、私いつもそう言います。疲れてる方はどうぞ、あのみんな立ってやる時も座ってください。でも主の臨在に触れてくださいって、ね、だから霊は主に向かって開いてください。体疲れること大だってあるんですよ、ね、そんな無理にダンスさせる必要ないです。でもそこに座ってて、心は主に向かって開いてください。主の臨在に触れることによってね、癒されていくし力もらえるんです。あの今日疲れてから礼拝休みますってバカな人いるじゃない。疲れてるから来るんですよ。今日体の調子が悪いから先生休みますっていうね、癒されるために来るんです。だからなんかおかしいですね。でもそれはね、そういう貧しいしか礼拝しかやってないからそういう発想になるんです。なんか礼拝がお勤めになってるんです。日曜日のお勤め、ね、なんか行かないといけないと。そうじゃなくて、そこに主の臨在があれば、先生今日は具合が悪いから来ました、今日ちょっとあっち痛いんで来ました、主の臨在に触れていただくために来ましたっていうことでしょ。だから疲れているときは休んでいいんです。でも主に向かって心を開いてください。そうすれば主があなたに触れてくださるんです、ね、であなたが元気になったら、また弱ってる人を助けてあげればいいです。よろしいですか。はい。じゃあ礼拝についてはそのぐらいですね。次は2番目はね、交わりについて話しましょうか。交わりって何かと言いますと、あの聖書の中にね、互いにという表現がたくさんあります。
例えば皆さんがすぐ思いつくのは、互いに愛し合いなさい、互いに許し合いなさい、互いに励まし合いなさい、互いに使いなさい、互いに4つだけ。互いに与え合いなさい。もう適当なこと言っちゃダメですよ。何でもありそうだからね。一応ね、私聖書の、ね、新約聖書に出てくる互いねってのをねピックアップしたんで、ちょっと読みますね。聞いててください、互いに人を自分より優れていると思う、互いに心を一つにする、互いに裁き合うことをやめる、互いに霊的成長に役立つことを追い求める、互いに受け入れる、互いに訓戒し合う。この訓戒って言葉はね、カウンセリングするって言葉ですね。互いにカウンセリングする。互いに権利を奪わない。互いに聖霊の賜物を持って使い合う。互いに使い合う。互いに重荷を負い合う。互いに親切にし、心の優しい人となる。互いに忍び合う。互いに許し合う。互いに慰め合う。互いに進め合う。互いに悪口を言い合わない、互いに罪を言い表す、互いのために祈る、互いに交わりを保つ、互いにもてなし合う、互いに足を洗う。これが新約聖書に出てくる互いにっていう表現の全部のリストです。まあ皆さんがコンコルダンスね弾けばみんな出てきます。コンコルダンスって知ってます？どんなタンスって言わないでね。ニトリで売ってないから。聖書極辞典ってやつです、ね、互いにって項目を引くと、その互いにって言葉が出てくるのが全部聖書の箇所がずっと出てきますね。まあ一冊あるととても便利ですけども、まあ、今言ったことです。これが交わりなんです。フェローシップ、一緒にお茶を飲むだけが交わりじゃないんですよ。一緒にご飯を食べるだけが交わりじゃないんです、ね、交わりしようって言ってすぐねご飯食べに行く人いますけども、それ互いにご飯を食べるとなかなかったね。ご飯を食べて何をするかです。だその互いにってことを教会の中でその実践し合うってことが必要です。でそうするとですね、一つの問題点が出てくるんですね。例えば100人200人300人400人500人って集まってくると、互いのことをよく知らない人がいっぱいいらっしゃるでしょ。例えば皆さん今日ここに集まってる人全員の名前知ってます？こうぐるっと回してたかだかこれだけでもわからないでしょ。教会成長するってことで知らない人がいっぱい増えることなんです。今私たちの教会はね、まあ、500人ぐらいですけど、いっぺんに集まれないんです。全員会堂がねこの半分ぐらいで200人ぐらいがもうリミットなんです。だから土曜日の夜に1回やって、日曜日4回やるんです。そうするとね、まあ、どの礼拝に来るかはもう毎週大体決まってるんです。そうすると同じ礼拝の人は、まあ、顔見知りなんですけど、礼拝が違うとね、もう知らないんです。でたまに年に何回かみんな一緒に集まって礼拝する時があるんですね。そうするともうほとんど知らない人なわけですよ。そういう知らない人と互いに愛し合うこと難しいと思いません？例えば皆さんが初対面の人紹介されてね、これ何々さんです、こちら何々さんです、はい互いに愛し合ってくださいって言われても、ちょっと待ってよ、今日初めて会ったんだから。そうすると教会がもちろん人が増えることも必要ですけども、その互いにというこの言葉を実践する場所が必要になってくるんです。そうするとやっぱりスモールグループが必要になります、ね、皆さんの教会にもありますね、スモールグループがたくさん必要です、自分のことをよく知ってくれている人がその教会に行くといるというね、あるいは自分の個人的な問題をすぐに祈ってくれるそういう人がいるという、そのスモールグループ、私たちの教会にはそのスモールグループをミニチャーチと呼びますけども、30ちょっとあります。もちろん全員が参加してるわけじゃありません。でもそういうふうにスモールグループの属している人というのはやはり成長が早いです ね。お互いの重荷を負うこともそこでできるわけです。
ね、うちの子供が今日ちょっと熱があるので、あの学校休ませるけど祈ってちょうだいって、そのグループの人にすぐ電話をしたりしてね、お互いに祈ってもらうこととかできますでしょ。と次会った時に、あのお子さんどう、病気良くなったって、そういうふうにその自分の個人的な問題に関心を持ってくれる人がいつもいるわけですよね。でも例えば100人200人の人がね、さあ互いに重荷を負いましょうって、でもお互いの重荷なんかも分からないわけでしょ。とスモールグループがどうしても必要になってきます。交わりというのは、この互いにと聖書に書いてあることをどうやってその実践できる場所を作るか提供するかということです。ですからもし皆さんの中にそういう本当に自分が重荷を持ったときすぐにね祈ってほしい、あるいは祈ってもらえるようなそういう人がいなければ、きっとスモールグループかなんかあると思います。あれ奉仕のグループでもいいと思います。例えばタンバリンチームの人で一緒に集まって練習することあるでしょ。でただ練習だけじゃなくて、最近どうとかね、お宅のお子さんどうとか、お宅のご主人どうとかって、そういう話もなると思いますよね。その時、じゃあ祈ってちょうだいとかなりますよね。何でもいいんです。その礼拝以外で自分のもうちょっと小さなグループに自分をこのそこに交わりの中に置くということです。そして新しく来た人をできるだけ早くそういうスモールグループの中どこかに加わっていただくということが、その人が早く成長する一つの秘訣でもあります。ね、もう礼拝だけ来てすぐ帰るっていう人はなかなか成長できないですよね。その人の個人的な問題をこのちゃんとケアしてくれる、そういうグループが必要だということです。これが交わりということですね。その自分の教会をまあこう点検するんだったらね、その一人一人がこう、まあ、メンバーの人の名前を見てね、この人はそういうのがあるのかな、この人はあるのかな、この人ないな、じゃあこの人は どこに紹介しようかな、誰に友達になってもらおうかなっていう、そういうね配慮をそこで少し信仰の先輩の人がね、ケアしたらいいと。それは牧師の仕事じゃないですよ。牧師が祈りと御言葉に専念できるようなそういう体質の教会は成長します。ね、よくね私言われるんですよ、先生忙しいでしょうって。全然忙しくないんです。本当に忙しくないんです。信徒の人たちがみんな、いわゆるその私が説教を語って祈るってこと、ほとんどそれ以外のことは全部、だから私の教会は私がいなくても全然困らないんです。全然困らないんです。説教者他から呼んでくればいいだけの話です。それは一人一人がそういう意識を持って交わりの、ね、大切さを分かっていただければ。はい、交わりについて質問ありますか。はい、大体10人が限度と思います。イエス様も12人が限度だったみたいですね。しかも一人脱落したもんね。まあ本当はねもうちょっと小さい方がいいかなと思ってます。だから10人超えるとこう分け、そういうのはあんまりねこう人数何人って決めなくてもいいと思う。本当にその例えば2人3人でもね、そこで本当にそういうお互いの重荷を負うような雰囲気があればそれで OK だし、まあ、ある人はね、そのお世話係がたくさんいると10人超えてもね十分機能できるんです。だからそこにいる人たちが本当に誰かからこうケアをされるような交わりがあるかってことが一番ね、人数はあんまり関係ないと思います。教会の、まあ、組織じゃないんですけどね、皆さんはどういうふうに考えますか。こうヒエラルヒーってありますよ、こう三角形があってね、で一番上がこう牧師とかね、で真ん中がその長老羊とかね、でその下が普通の信徒の人、ね、まあ、人数構成から言ったらそうでしょ。この教会もそうでしょ。牧師人数的に少なくて、で、まあ、役員とか長老とか羊と呼ばれる人たちがちょっと多くて、あと普通の それ以外の人たちがこう多いでしょ。この教会もそうですね。はい、その教会の聖書的な教会の組織図をもし書くとすればどういうふうになると思います。こういう三角でこう切ります。
会うところでこういう話をしたらね、先生こうだって、逆三角形だって言うんですよ、ね、牧師が一番下 で役員がいて信徒がいると。私そんな教会の牧師になりたくないですよ。全ての主にがここにかかってくるじゃないって。じゃあ上がこうなるのかな。だ牧師は偉いんです。君表彰しなさい、はい、表彰しなさい。これも聖書的じゃない。多くの教会はそうなってるんです。書くとね、あなたの教会の組織図を三角形で表してくださいって、だいたいこう書いてこうするんです。ほとんどの人は上に牧師がいて役員がいて信徒がいるんです、ね、これも違ってます。じゃあどういうふうに変えたらいいと思います。その聖書的な概念をその三角形で表すとすれば、こういう三角形をね、それをゴッとんって一つ叩くんです。ガッタンって一つだけ倒すんです。そうするとここにこう底辺があって、こういうふうに切れるでしょ。その底辺はイエス様です。でイエス様にみんなつながってるんです。でどういう概念かというと、ね、牧師はイエス様からこの教会をリードする責任を役割を与えられてる。そして信徒の人はイエス様からそのリーダーに従うフォロワーの役割を与えられているんです。どっちが偉いかじゃないんです。これはどちらも神様の前に偉いんです。すべての人偉いんです。ただ教会というその交わりの中で役割分担が違うだけの話です。だから牧師は天国に行った時に何を聞かれるかっていうと、お前は私がお前に任せた群れの人々を十分に導いたかってことが問われるんです。そして信徒の人は、私はお前が使わした教会のリーダーに十分に従ったか、フォロワーだったか、忠実なフォロワーだったかってことが聞かれるんです、ね、どっちが偉いの問題じゃない、単なる役割が違うだけです。だからリーダーは一生懸命リーダーの仕事をしなきゃいけない。でフォロワーは一生懸命支える仕事をするだけなんです。偉いとかそういう問題じゃない。これがキリストの体の器官であるっていうね、一人一人は体の器官であるっていう、キリストの教会がキリストの体だっていう概念とよく似ていますよね。体でどっかその偉いとか偉くないとか言います？皆さんの体で、あ今日は偉いなって、そういうしんどいって意味では言いますけどねでもその5本指があって、どの指が一番偉いかって聞いたことあります？考えたことあります？皆さんどの指が一番偉いかなんてないね。みんな大切じゃないですか。右手と左手どっちが偉いか、私は左利きだから左手、そういうことはないでしょ。左利きの人でも右手がないと困るじゃないですか。でも役割がみんな違うだけなんです。そうやって各々が自分の役割をちゃんと果たすときに、体は健全に動くことができる。だから例えば教会全体で考えると、牧師はリーダーで、皆さんはフォロワーかもしれないけど、でも例えば婦人会とか青年会とか何かのグループに行くと、やっぱりそこでリーダーとフォロワーに分かれるわけでしょ。皆さんもリーダーの立場に立つことだってあるかもしれないじゃない、ね、例えば小さな祈り会をして、じゃあ今日あなたがリードしてくださいって言われた、その瞬間あなたはリーダーなんです。でその他の人たちはフォロワーなんです。でその時どっちが偉いかって話じゃないんです。それぞれ今与えられている状況の中で自分の役割を忠実に神様の前に果たすかどうか、それだけなんです。そういう話、そういう概念がちゃんと入っていれば、誰が偉いかとかね、教会で誰が偉いかって発想は出てこないんです。次は交わり終わり。質問あります？ね、だから素晴らしい礼拝があっても、その素晴らしい交わりがないと、ね、人はやっぱり交わりの動物だから、それ必要です。そして次はね、宣教のことをちょっと考えたいんです。伝道、ね、新しい人、よくまあ、教会成長イコール人数が増えることだっていうふうに普通は考えますよね。と先生の教会は、何してるんですか、なんでそんな人が来るんですかって聞かれるんですね。でもその人がたくさん来るっていうことは、その一つのパターンじゃないんです。この教会だってそうでしょ。
皆さんがこの教会にいらっしゃるようになったその、まあ、きっかけみたいなものは一人一人多分皆さん違うと思います。でしょ、聞いたことないんだけど、友達に誘われてとか、なんかその道歩いてたこういうなんかパンフレットもらったからとか、あるいは英語を習いに来たとか、家族がクリスチャンだったからとか、みんな違うでしょ。どこの教会も同じだと思います。一つのワンパターンじゃないんです。だからいろんなことをする必要があります。どっかに何かが引っかかるんです。できるだけたくさん その外に向かうそういう手段ルートがあった方がいいです。面白い言葉ね、リバイバルというその神様のその町にリバイバルが起こるときにね、最初その神様の訪れが来るのはどこ？例えばその町でね、もうたくさんの人が救われるようなその最初のきっかけはどこで起こると思います？教会ですよ。パチンコ屋じゃないよ。パチンコ屋でリバイバルが起こってそれが教会に来るってことないからね、絶対に。まず教会、クリスチャンの中に来るんですよ。クリスチャンがリバイブされてで伝道するんですね。でも興味深いことは、その神様の素晴らしい働きが始まっても、その教会が外のノンクリスチャンとの世界にコンタクトを持っていないと、そのリバイバルは教会の中で終わってしまうんです。皆さんは自分が親しいノンクリスチャンの人何人持ってます？何人いますか？あなたがいつでも自由に福音を語れる人は何人いますか？その総数がね、この教会でリバイブが起こった時にどれだけの人が来るかっていう大体の目安です。もちろんね、道歩いてきていきなり入ってくる人もいると思います。でも教会がリバイブされても、その教会の人たちがノンクリスチャンとの橋渡しがなければ、そのリバイバルの炎がそこに届かないんです。だから私たちはリバイバルの時のためにもね、そのノンクリスチャンの友達をたくさん持つ必要があります。で、クリスチャン生活が長ければ長いほどね、ノンクリスチャンの友達が減ってくるんです。教会の友達が増えてきて、で考えてみて、友達って呼べるのはクリスチャンしかいないとかね。で、新しい改心者ほどたくさんノンクリスチャンの関係があるんです。ところがね、そこで問題があるんです。クリスチャンになるとね、そういうノンクリスチャンとの関係を、この世との関係を切りなさいっていう指導をするわけですよ、ね、この世のものと縁を切ってきなさい、この世と調子合わせていけませんって。本来はそういう人たちが持っているノンクリスチャン、次そこに届いていくステップを全部切ってしまうんです。で、教会の中だけの交わりになってしまう。こういう教会いっぱいあるんです。だから皆さん、ノンクリスチャンとのそのね、友達をクリスチャンになっても捨てないでください。もちろん彼らと一緒に飲みに行けって話じゃないですよ。間違わないで。ね、自分自身の清さを保ちながら、そういう人たちとの友達関係はちゃんと持ってた方がいいです。きっとあなたの信仰が彼らの助けになる時が来るからです。そういう意味で言えばね、クリスチャン生活が長くなればなるほどノンクリスチャンの関係がなくなるってでしょ。一番なくなるのは牧師なんです。だから私はそういう危機を感じているので、意識的にノンクリスチャンとのそういうなんか接点を作りたいんです。でそれさっき紹介の中に NHK の文化センターで教えてったんでしょ。聖書入門講座とカウンセリング入門講座を NHK の文化センターのカルチャースクールなんです。そこで教えてる。全部ノンクリスチャンです。週に1回ずつそれぞれあるんですけども、だから毎週2回ずつですね、そのノンクリスチャンの人たちとの接触があるわけです。で最近は公立学校でね、命の授業っていうのを頼まれるんです。今子どもたち自殺の低年齢化があるでしょ。低年齢化がね、そうするとその命の大切さというものを子どもたちの時から教えなきゃならないっていうので、今宇都宮市内の、ね、公立学校のそういう、まあ、外部講師ってあるんですけども、そういう市に登録するんです。で命の大切さについて私を教えることができますって、宇都宮にはそういう登録制度があるんです。登録しておくとね、そういうのを学校の校長先生たちがご覧になってね、この講師をうちに呼びたいとか、そうやって今いくつかの小学校で3年生4年生5年生6年生ね、命の授業っていうのをするんです。
で命のことを話すときにはね、神様の話がどうしても必要になってくるんです。なぜ命が大切かって話になるとね、自然にそういう話もできるんです。あとは地域のコミュニティセンターでね、最近、お年寄りの人たちの、ね、人数がどんどん増えてくるでしょ、豊かな老後どうするか、そういうテーマでも話せます、登録しておくんです。だから教会の雑用がないので、そういうところにいっぱい自由に行けるんです。いっぱい行けるんです。でノンクリスチャンの人たちとこうたくさん、ね、もちろんあとテレビの伝道もしてますから、毎週土曜日の朝ね、8時5分から8時35分まで、教会の提供でそのテレビ番組を、栃木県は全域どこでも見ることができます。それも一つのアウトリーチですね。だからいろんなこうノンクリスチャンの世界にこう橋渡しがいっぱい必要ですね。でないと教会でリバイバルが起こったときに、それが地域に浸透していかない。そういう、宣教を考えるときにはそういう視点が必要になってくると思いますね。ある教会、この教会もしそうだったらごめんなさいね。ある教会は例えば春と秋に伝道集会をすることにしていると、3日間の伝道集会とかね、で伝道集会とか看板出すでしょ、ポスター出して、あれは完全にねクリスチャンのなんていうかな、私たちも昔ノンクリスチャンだったんですよ。でしょ、生まれた時からクリスチャンの人いないでしょ。クリスチャンホームに生まれると自分がノンクリスチャンだった時代はない、ある意味でないんですよね。ちょっと違うかもしれませんね。クリスチャンじゃない家庭に、私はクリスチャンの家庭じゃないですから、ある時にキリストを信じるという決心をしたんです。でもクリスチャンホームに生まれるとね、そのキリストを信じるっていう決心がいつ信じたのかわからないでしょ。だからクリスチャンホームに生まれた人たちはね、どこかでこの信仰にとどまるって決心をする必要があります、ね、私はずっと生まれてきてからこの信仰の雰囲気の中にいるんだけど、よし、私は今日から一生この信仰にとどまるぞっていう決心、クリスチャンホームの子は多分そうだと思います。ノンクリスチャンのうちに生まれた子はね、キリストを信じるという決心を必要ですけど、クリスチャンホームの子はキリストにとどまるぞっていう決心が必要で、ノンクリスチャンの時代、例えば教会に来てね、入り口に伝道集会って書いてあるとします。と来た人はどうも、これ伝道集会じゃない、伝道され集会でしょとそうすると、その当然これは、あ、ノンクリスチャンの俺を対象にしてるなとね。もうそこでなんか一つのこうね、ギャップが生まれるわけですよ。だ、伝道集会って書かない方がいい。書くとしたら講演会にした方がいいです。講演会、秋の講演会、春の講演会って。でしかも日にちを決めてやるわけでしょ。っていうことは教会の都合で決めたんですよ、この日にち。ノンクリスチャンの皆さん聞いてください。教会でこの日あなた方を伝道する日を決めましたので、ここにどんな都合もね、やめて来てくださいっていうね、極めて傲慢な集会なんです言われてみればそうでしょ。ノンクリスチャンの立場からすればね、教会でこのお前たちを伝道する日にちを決めたから、万難を排してくるようにと、覚悟を決めてくるようにと、特別な説教者を招いたから、お前たちを徹底的に伝道するぞというニュアンスが伝わるじゃないですか。ちょっとその敏感な人だとなんとなくこうね、プレッシャーを感じるでしょ。だ、毎週の日曜日はもう伝道ですよ。さっき話したようにね、皆さんが本当に心から礼拝をするその姿がもう伝道なんです。主の臨在に触れてもらわなければ新しく生まれることはないからね。つまり新しく生まれるというのは新しい情報じゃないんです。主ご自身がその人の魂に触れた時に起こることなんです。と、最も主の臨在が現れる時はやっぱり礼拝じゃないですか、ね、と毎週毎週の日曜日の礼拝が一番いい伝道の時だと思います。あるいは皆さんの個人的な、ね、神様への素晴らしい証が、それが素晴らしい伝道集会、皆さんのいるところがもう伝道集会の場所ですよ。やらないよりやった方がいいかもしれませんけど、でも私たちの教会はだからそういう伝道集会ないです、ね、それはそう発想だからです。
いかにも教会の都合でしょ。地域の人にみんなね、都合を聞いて、何曜日の何月が暇ですかって聞いてね、あ、じゃあその日に一応そういうことをしますので、ぜひ来てくださいっていうのはまだいいですよ。何にも聞かないでね、教会の都合だけでしょ。ちょうどこの週は空いてるからやろうとかね。で、伝道っていうのはだから日々することですね、証はね。そういう発想が必要です。だ、毎週日曜日連れてきてください、ね、毎週伝道会だとその人の都合がいい時に誘ってくればいいわけじゃない、ね、はい。伝道に関しては、まあ、他にもいろいろありますけど、そういうことが必要だろうと思いますね。ノンクリスチャンとの架け橋をたくさん作っていただきたいと思います。あともう一つ、なんだっけな、奉仕ですね、奉仕。もちろん教会がまだねスタートした時、その時は牧師が何でもしなきゃいけない時ありますね。私もそういう時代がありました。だから日曜日の朝はね、まず起きるでしょ。と教会の外をね、まず掃除するんです、全部ね。で、水まいたりしてね。で、今度下駄箱掃除して整えて、スリッパ全部並べるんです。こうやってね、掃除して、で、皆さんがいらっしゃるのを待つわけです。で、最初子供たちが来ます、教科学校ね。で、ギターを弾いて子供を賛美して、で、説教してお祈りして、子供が終わると今度大人の礼拝が始まって、で、ピアニストもいないから自分でギターを弾いて賛美リードして、司会もして、で、終わると説教して、ね、で、お祈りもしてあげて、で、終わって皆さんがお帰りになると、またスリッパも片付けて、で、鍵閉めて、あ、やっと終わった。全部ワンマンショーです、ね、そういうところから始まったんです。でも人がどんどん増えていらっしゃって、で、本当に自分が御言葉と祈りに専念できるようになっていくんですけども、で、そう、もうこの教会はそういう、そのぐらいの人数十分いらっしゃるんですね。で、エペソの4章のところを見るとね、奉仕の原則みたいなものが書いてあるんです。エペソの4章の11から16、もし聖書を持っている方がいましたらね、ちょっと自分で読んでみてください。そんな長い箇所じゃない。エペソの4章の11から16、そこにね、教会の奉仕の在り方の原則みたいなものが書いてあるんです。神様は教会に使徒、預言者、伝道者、牧師、教師という5つの務めを持つ人々を与えてくださったんです。これは主がその教会に与えたって書いてない？主がお立てになったって。ですからね、まあ、牧師とか伝道者っていうのは教会に与えられた神様からのプレゼントなんです。ね、今日本には牧師のいない教会がたくさんあるんです。牧師のいない教会はまず成長しません。そんな話聞いたことはない、ね、牧師を追い出した教会なんていっぱい聞いたことありますけど、絶対成長しないんです。だって聖書的な原則は神様がそこに必ず働く人を置くんです。だ、勝手に来たんじゃない、先生は。神様がこの教会のプレゼントとして与えてくださったんです。で、じゃあその牧師は何をするのかを書いてあります。たった一つのことをするんです。それは生徒たちを整える。生徒たちって皆さんです。生徒って学校の生徒じゃなくて聖なるしもべね。皆さんたちを整えて、その目的は奉仕の働きのため、キリストの体を立て上げるためなんです。ですから牧師は一つの働きをするんです。皆さんを整えて、皆さんがきちんと奉仕ができるようにする。だ、牧師が全部して、皆さんは観客にいるんじゃないんです。よく私たちの教会では、新しくこう洗礼を受けた方ね、1年に1回ぐらい、その年洗礼を受けた人みんな歓迎会というのをやるんです。で、その時に一言って言われるので、いつも同じことを言うんですけども、
この間も北海道来てね、こうお寿司が美味しいってこう回る寿司屋行ったんです。回る寿司屋ね、回る寿司屋に行くとね、中で一生懸命作ってる人いるでしょ。で、私たちは外に座ってこう食べるだけなんです、ね、で、新しく来た人にこう言います。今まで皆さんはそこで食べてる人でしたと、今日からは中に入ってくださいと、作る方に回ってくださいと、ね、で、次来る人のために作ってあげてください。そういうことなんです。お客さんじゃないんです。作る方、みんなカウンターの中に入ってほしいんです。で、一生懸命そこに寿司を作って提供してほしい。それが奉仕をするということです、周りの人々に対してね。で、牧師の働きは生徒の皆さんを整えて動機づけして、励まして、皆さんの賜物に従って、ね、その賜物が生かされるように一緒に励まして育ててあげる。これが牧師の仕事で、皆さんがその奉仕の務めに携わるということです、ね、これが教会の基本的な奉仕のあり方です。ですから教会がの人たちが増えるということは、それだけその奉仕の、ね、多様性が広がっていくということです。いろんな賜物を持った人たちが集まってきますから。で、皆さんもそうでしょ。自分が好きなこととか得意なことをしているときは疲れないでしょ。むしろ喜びでしょ。奉仕ってそうなんです。皆さんの得意なこと、皆さんの好きなこと、喜びであることを主のために、人のためにすることなんです。だからそれを見つけてください。そういうのを全ての人が見つけて、何かこのね、していくということが、それが奉仕の基本的な概念です。最後はね、弟子訓練、成長するっていうね、訓練を受ける。まあ、その訓練を受けるということはいろんな面があります。今週ちょうどその聖書学院で成熟について、成熟を目指してというテーマでお話をしました。クリスチャンとして成長する、これはやっぱり時間かかりますね。クリスチャンの成長の方程式というのがあるんですけども、それはね、従順と時間なんです、ね、御言葉を聞きました、それに従う、その回数、つまり時間が成長の要素なんです。だ、単に 長くいてもね、成長しない。自然っていうのは、成長というのは自然発生的に起こらないんです。成長するという意識を持たなければ。そのためにいろんな要素があります。御言葉を学ぶことも必要ですね。そして自分の賜物が何かを知ることも必要ですし、その賜物を使って、ね、何か奉仕をするということも必要でしょうし、でも神様は私たちが成長することを望んでいらっしゃる、訓練を受けて成長することを望んでいらっしゃる。でも人と比べる必要はない、賜物違いますから。聖書学校でも話しましたけどもね、聖書学校って大体こう同じような、ね、年齢の人が結構集まってて、同じような意識を持って、同じようなビジョンを持って使命を持ってくるから、何となく比べやすいんです、ね、あいつより俺が、俺よりもあいつが、まあ、テストなんかもあるとね、あいつより点が良かったとか悪かったとかね、こう結構そういうね、比べ合うことありますけども、例えば皆さんは今人類最速の男って100メートルね、ウサイン・ボルトって人いるでしょ。100メートル9秒台で走るんですよ。この中います？彼を見て劣等感になる人。私はあんなに走れない。私はダメだ。もう生まれてこなければよかった。そんな人一人もいないでしょ。なんで？もともと違うんだもんって思ってないですか？ねえ。あなたとボルトがこのぐらい離れているように、あなたの隣にいる人とも同じぐらい離れてるんですよ。だからね、誰かと比べて落ち込むってことはね、あなたボルトと比べて落ち込むのと同じことなんですよ。バカバカしいでしょ、ね、みんな違うんです。そもそもボルトよりももっと速い人いますよ。アフリカ代表チーター君、6秒だからね、 100m6 秒。その時ボルタが落ち込むと思う。俺は9秒だけど、あっちは6秒だって。誰も落ち込まない。だって違うんだもん、もうこっちチーターだもん、こっち人間だもの。でもお互いの間もそのぐらい離れてるんです。だから誰かと比べることも無意味です。
もし皆さんが誰かを見てね、劣等感や高慢を感じたその時、ボルトを思い出して、チーターを思い出して、ああボルトでは比べて落ち込まないと、誰かと比べて落ち込むことは愚かだなって、ね、もし比べるとすれば、昨日の自分と比べてください。昨日の自分より今日の自分は成長したかなって、一昨日の自分よりも今日はよりイエス様に自分は近づいたかなって、それだけです。でもしその時に、うん、成長してると思えれば、皆さんは成長してるんです、ね、リバイバルが起こった時、たくさんの人が教会やってくるでしょう。でその時にね、ちょうど例えばこう鳥の大群がうわーっと押し寄せてくる時にね、その鳥の大群をできるだけたくさんね取ろうと思ったらどうします？ネットを使うでしょ。でネットを使う、網を使うときにどんな網使います？こんな穴の使います？できるだけたくさん取ろうと思ったら、できるだけ網の目がちっちゃい方がいいでしょ。でその教会のね、網の目がね、その細かいか粗いかっていうのは何かっていうと、そこにいる人たちの成長の具合なんです。全然成長してない人が何百人集まっても、こんなでっかい網の毛だから、どん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 問い過ぎてくるんです。でもそのたとえそれが100人200人でも、そこに成長人たちが集まると、この網の目はちっちゃいんです。だからいっぱい引っかかるんです。だから成長することが、皆さんが一人一人が成長することが教会の成長なんです。その網の目がどん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 小さくなっていくんです、ね、そうすると引っかかる人がいっぱい増えてくると。神様が送ってくださった人たちをそこにちゃんと留まって成長に導くことができる。だから教会が成長することに何かね、特別な何か秘策があるわけじゃないんです。聖書が教えていることを忠実に私たちがしていくときに、ね、リバイバルがまだ特別起こってないときにですらね、これは有効なんです。リバイバルが起こったときにはっきりします。準備をしていた教会としなかった教会が、実際にリバイバルが起こっているところに行けば分かりますよ。リバイバルの真ん中にある教会と、ほんの何キロか離れてないのにリバイバルが起こっていることすらない、すら知らない教会、だから当然何にも恩恵を受けてないんです。リバイバルが起こるとね、その町にある教会が全部成長するわけじゃないんですよ。明らかにもっと差が出てきます。ある教会は10倍になり、ね、ある教会は減るんです。リバイバルが起こると、リバイバルが起こっている教会行くから、みんなが。だから皆さんはそのね、リバイバルが起こったら増える教会でしょう。成長してるからね。だから今日私が話したことは特別に皆さんに必要なかったんですけども、一応話せって言われたので話した。成長してる教会には成長の話必要ないんです、ね、でも成長してない教会は成長に全然興味ないしね。不思議です。はい、何か質問があれば質疑応答の時間にします。あと残ってる時間、はい、どうぞ。祈りっていうことを成長っていうキーワードを聞くときに考えるんですけれども、よく聞く言葉なんですが、この祈りというのはこの今日の5つのポイントの中でどの辺に当てはまり、その5つのことを全部カバーするのが祈りです。その5つのミニストリー、5つの、ね、働きは全部祈りがなかったらできないことばっかりです。全部必要です。祈りは全部をカバーするんです。なぜなら全ては聖霊の働きだからです。神様の働きは祈りなくして起こらない。素晴らしい礼拝も祈りが必要です。素晴らしい伝道も祈り必要です。弟子訓練も祈りが必要です。だから祈りは全部をカバーするんです。
私たちの教会のロゴがあります。ロゴがある方はホームページ開くとね、すぐロゴがこう出てくるんですけどもね、今日話したことが、まあ、そのちょっとこうデザインしてあるんです。真ん中に鳩、これ聖霊の象徴です。で周りがねこう円で囲んであるんですけど、よく見るとね5つのこういうふうに切れてるんです。こういうふうにね、つまりその今話した5つのことがバランスよく成長していく。でもこれは人間の働きじゃないと、聖霊の働きによって。でも聖霊の働きはどうやって起こるかというと祈りの中です。祈りはもう大原則です。聖霊の働きを期待したいならば祈るしかないんです。はい、5番目の弟子訓練のところで、はい、その何でしたっけ、その落ち込まない、自分とその他の人との賜物が違っても落ち込まない、そして一人一人が成長していったら、そのネットの鳥が引っかかるのが小さくなるとおっしゃったんですけど、はいはい、自分の賜物を知るっていうことと、またまあ、私自分自身のことですけども、やっぱりすごく落ち込むっていうんじゃないんですけど、こうどうしても見えるところで、あ、自分はそういうことはできないし、ここの教会で私一体何したらいいんでしょうかっていうかね、ちょっとすごい言い方なんですけど、うん、そういうことに陥りやすいんですよね、うん、ですからそれを分かるのもまた祈りっていうか、うんうん、分かりました。あなたの賜物、あなたの賜物は、ね、落ち込む賜物です。まあね、今ちょっと冗談のように聞こえますけどね、私たちの教会では2年に1回イスラエルに旅行に行くんですけども、その時に、ね、必ず障害を持ってる人をね1人2人入れるんです。元気な人ばっかり行くとね、まとまりがなくなるんです。みんな自分勝手なことするから。ところがね、お年寄りの人とかね、そういう体の弱い人がね1人2人入るとね、みんながその人を助けよう助けようって言ってね、すごく心が一つになって、すごくいいチームになるんです。そうですよ。だからね、元気な人ばっかり言うとね、もう自分勝手なことばっかりするんで、人のこと考えなくていい、みんな元気だと思ってるから。だから集合ってもなかなか来ないんですよ。何分後に集合って言ってもね、時間通り来ないんです。ところがね、弱い人が一人二人いるとね、本当にみんながピシッと集団行動できるんです。だから教会の中に弱い人必要なんです。この教会がまとまるために、この教会がまとまってるのはあなたのためかもしれない。素晴らしいと思うんですよ。だからしっかりその賜物を今後とも発揮してください。弱い人はね、助けてって言って、その周りの人のね、その愛を引き出すんですよ、ね、だから他の人を立て上げる賜物なんです。だって他の人愛を持っても使う機会がなかったらダメでしょ。私助けて、私落ち込んでるから励ましてって、だから周りの人を生かす賜物です。賜物あるじゃないですか、ちゃんと。賜物がないなんてことないですよ、ね、みんな神の作品だって書いてあるから。神様は不良品をこの世に送り出してないはずです。だ本当に本当に弱い人とかね、そういうお年寄りとかハンディキャップを持っている人が教会の中にいらっしゃるということはね、いらしてくださるということはとても素晴らしいことです。他の人たちのね、その良いものをどんどん引き出してくださるんです、そういう人たちは。だいるだけでいいんです、そういう人たちは。ね、もう精一杯弱さを表現してほしい。だしっかり落ち込んでくださいね。もう中途半端に落ち込むとダメですよ。ね、そう考えたらみんな必要な人でしょ。そうでしょ、皆さんだってそうでしょ。自分の隣になんかこう体の不自由な人がいると思わず手を差し伸びたくなるでしょ。でも隣に元気な人だったら別に構わないじゃん。自分の何かこう表現する機会がなくなってしまうでしょ。だからその弱さとかできない人がいるってことはとてもありがたい存在なんです。はい、他に質問は。二人同時に、私はいっぺんには聞けないから順番にしましょうね。すいません、
聖書の学びってあると思うんですけど、あの活字が嫌いで聖書読みたくないっていう時はどうしたらいいのかなって思うんですけど、あのね、まあ、そういう人もいるから、そういう人はあの最近テープに吹っ込んでるやつあるじゃないですか。聞けばいいんですよ、耳から、ね、睡眠学習とかいろいろあるでしょでも聖書のね、詩編の一編に、主の教えをこの、なんだっけ、口ずさむって書いてあるでしょ。主の教えを口ずさむ、昼も夜もね、その言葉を口ずさむ、そういう人は、まあ、時が来ると、ね、実がなり、はがかれない、何をしても栄える。あの口ずさむっていう言葉はね、口の中でいつもブツブツ言うってことなんです。ブツブツ言うね、あの人のね、なんかこう情報を入れる、そのなんか得意なルートやっぱあるんですよね。活字を読んで情報を入れる人と、目から入る人と、それから聞いて入れる人っているんですよ、やっぱり。だから読むこと苦手だったら、聖書を朗読したテープとか CD 売ってますから、それを聞けばいいんです、ね、もちろん両方やったらもっといいと思いますけど、でもその聞いた御言葉は今度は自分の思いの中で口ずさむんです、暗記するん、ね、それがとても重要です。だからその頭の中に入れる手段は読んでも聞いてもどっちでもいいです。そうですね、進めていくのにすごい時間がかかるんです。すごい時間かかる、時間がめっちゃかかってしまうんです。何の時間かかるんですか。あのつまりあのこの学びのこの第1課第2課とかあるのが、はい、あの進まないんですよ。その成長は時間かかります、はいはいはい、インスタントラーメンあるけど、インスタント霊的成長はないんです。ある人がね、神様、私は忍耐がありませんからすぐくださいって言ったんです。おかしいでしょ。私は忍耐が足りないんですから忍耐をください。でもそんなに待てませんからすぐください。明らかに矛盾だよね。だから成長っていうのは時間かかるんです。すぐ成長したいんでしょうけども、時間かかるんです。ね、ゆっくり自分のペースで聖書を読み、自分で聞けばいいです。あのもちろん聖書をね、初めから終わりまで全部読むこと必要ですよ。でもそれよりももっと大切なことは、例えば短い箇所でもいい、その御言葉はね、思い巡らすことです。思索することです。その意味をね、何度も何度も自分の魂に言い聞かせることです。それで答えになったかな。こちらの方、質問ありましたね。婦人会を、リードしていて、それで、まあ、祈りと交わりが中心で、みんなでこう仲良くしていろんな悩みを打ち明け合ったりとか、そういう会なんですけれども、あの交わりをしながら弟子訓練を一緒にやるというのはどうでしょうか。もちろんできます。はいはい、あのそれこそあのさっき落ち込みの賜物の話もあったんですけど、いろんなトモさんごめんね、あのいろんなニーズのある人が、はい、いろいろなレベルの人がいて、うん、でまあ、とにかく、まあ、1週間もヘトヘトになりながらもその時に来る、はい、もうそこで私は合格点かなと思うんですけれども、うんうん、そのもう一歩先を行って、もうキリストの弟子になる訓練も一石二鳥で、なんかこう、うん、もっと何か設定しなければならないとか、なんかそういうのあり方はどうなのかなと思いました。ね、成長っていうのは、なんかこうテキストを一つ終わったら成長するんじゃなくて、その人のライフスタイルがこうなんていうかな、よりイエス様らしくなっていくプロセスなので、だからイエス様の弟子訓練っていうのは、あの別にイエス様がテキスト書いてね、はい一章開いてとかって、そういうのないんでしょ。いつも弟子たちと一緒に生活を共にして、生活の中でその檻に触れて、ほら空の鳥ご覧とかね、野の草ご覧とかね、ほら種をまいてる人がいるでしょうとか、そういう身近なことを通してね、それをいつもこう神様の御言葉、まあ、真理と結びつけてイエス様を話されたでしょう。だからそういうことだろうと思いますね。一緒にその生活を共にして、その中でこう伝えていくものが本当の成長にしか役に立たないと思います。
だからなんか成長、クリスチャンの訓練っていうとなんかそのどんなテキスト使ってますかっていう人すぐいるんですよ。先生がどんなテキスト使ってますかって。テキストが成長させるんじゃないんです。テキストなんか何でもいいぐらいです。ですから例えば私がいろいろリバイバルの起こってる現場とかね、いろいろこう行かせてもらってるんですけど、その時はね一人で行かないんです。必ず教会の信徒の人、役員の人たち、若者たち、そういう人たちを一緒に連れていくんです。でもちろんそういうリバイバルの現場に触れてもらうことも彼らの成長なんですけど、その旅行の間1週間とか10日一緒に生活するわけでしょ。そこで一緒にご飯を食べながら一緒に話をしながらね、でそういう中で私が伝えたいことを日常生活の中で伝えてもらえ、分かってもらえるんです。それが一番こうその人が成長しますね。だからそういう私と一緒に旅行した人っていうのは成長しますよね。だから多分それが一番大きな弟子訓練だと思います。はい、教会でリバイバルを求めてないっていうか、説明が難しいんですけど、教会成長は人数だけではないってこう言い切ってしまうような感じが、教会全体であるところに、身を置いて、その中で信徒として葛藤とかあるんですけど、どういうふうに、いわゆるね、はい、教会成長は質か量かっていうね問題でしょう。でね、教会が成長するってことはもちろん質的な成長なんだけど、質的に成長するってことは結果的に量的に成長するんです。そう思いません？だってお店なんか考えても分かるじゃないですか。おいしいものを売ってる店は行列いっぱいできるんでね。でまずいのは誰も来ないで、すぐ閉店とかね、あ倒産したんだって。教会もよく似ています。たくさん人が集まってる教会って何かそのやっぱり質的に何かがあるんです。そこに人々を引きつけるものがね。だから単に数だけ追い求めてもあんまり意味がないね。だからよく今年の目標、今年は洗礼者何名、礼拝何名とかってそれだけをね言ってしまう教会あるんですが、それはあんまり意味がないんですね。中身がちゃんと成長する、その中身があれば、その成長に応じて質に応じて神様が量を決めてくださるんです。でもちろんね、100人集まってる教会と30人集まってる教会、じゃあ100人集まってる教会の方が質的にいいかっていうと必ずしも言えないんです。その教会が置かれてる場所だって違いますもんね。大都会で100人とものすごい中で30人、もう数なんか決められないじゃない。私の友達でね、80人の教会を牧師してるんです。すごいと思います。80人ですよ。普通大したことないと思うじゃない。でもその町8000人なんです。8000人の町で80人の教会いるんですよ。 1% ですよ。違うかな、ね、じゃあ 1% だったら札幌何人、100万でしょ。 1% は180、はい、ありがとうございます。細かい賜物を持ってます。189万。 1% は、はい、ね、だから8000人で80人ってことは、この札幌だったらそれぐらいの人数に値するわけですよ。その地域で 1% クリスチャンですよ。すごい。だから私すごいんです、そう思ってる。彼の教会はすごい、すごい田舎ですけどね、いろんな飲酒たくさんあるんだけど、そういうのもみんな乗り越えてくるだけのものが教会の中にあるんです。だから単なる人数じゃないけど、でもその質はやっぱり人数に結果的に反映されると思います。だから求めるのは質的なことで、今言ったようなことをちゃんと太郎さんのところをね健全に伸ばしていけばいっぱい入るようになる。はい、どうぞ。
りがその全てのキーワードだって言ったんですけど、あの成長のですね、まあ祈ってきたんですけど、なかなか親族とかその身内から身が出ないんですよね、うん、それが非常に悩みなんですけど、うん、あのまあ必ず突破する時は来ると信じてるんですよね、うん、だけどまあ、ちょっとなんか自分も質問分かんなかったんですけど、うん、まあ、どのぐらい乗ればいいって言ったらおかしいんですけど、何十年も祈ってきて問題がないですか、あの聞かれるまで祈ってください、聞かれるまで祈ってください、あやっぱりあ見るまでね、うん、身を見るまでね、そうそうそう、うん、分かります、それはね、あのなんかね、うん、こういうふうに考えたらどうでしょうか、あなたが祈ってる人がなかなか救われないと、ね、そういう人はなんかこう大きい器を持ってるんですよね、だから祈りをこうどんどん入れても、ね、なかなかいっぱいにならないんです、でもいっぱいになってひっくり返った時はすごいでしょ、そういう人がクリスチャンになると、ね、すごく用いられるから、まあ、そのことを、ね、期待しながらいっぱい祈ってあげてください、ね、じゃあ最後、はい、後ろの方お願いします。リバイバルの話を聞きましたけども、リバイバルが起こった国、例えばアメリカとかアルティンティンとかいろいろな国でリバイバルが起こると、人がたくさん教会に行きますよね。でその時にたくさんの人が集まると、この万人が一緒走って、例えば万人が接客ができないくらい一緒走るとか聞きますけれども、その万人が忙しくなると、その燃え尽くてしまうと思うんですけれども、その燃え尽くて、ごめんちょっと今聞こえなかったんだ、毎日が忙しくなると燃え尽きてしまう危険性があると、あ燃え尽き、そういう人がいっぱい来ると燃え尽きてしまう、で、まあ、リバイバルでその忙しくな、毎日が忙しくなって、で燃え尽きてしまうと思うんですけれども、その燃え尽きないためにはどういうふうにしたらいいのかなって、例えば、うんうんうん、スモールグループをできるだけたくさんスモールグループを作っていかないのかなと僕は聞こえましたけれども、先生としてはどう考えておられるのかなと。あ私は燃え尽きたいんですもう本当に燃え尽きるほどね、リバイバルが起こってほしいと思いますでもね、まあ、その牧師が燃え、まあ、牧師だけじゃなくて燃え尽きないためにはやっぱり教会がそういうこの5つの樽があったら、ね、あの牧師は本当に御言葉と祈りに専念できますので燃え尽きないです。でも私は燃え尽きたいんです、ね、本当にリバイバルが起こって、ほら24時間さっきの礼拝あるでしょ、もうそんな教会の牧師になってみたいと思います。もうそれだったら燃え尽きてもいい。だって神様に献身するってことはそういうことでしょ。ね、主よあなたのために燃え尽きたいです。殉教してもいいです。そう思って牧師になったんですから。だからなんか余力をいっぱい残してね、天に召されたくないんです。よろしいですか。殉教の賜物、坂井さん、殉教ですね。あ、佐藤、We have a couple that had 殉教の賜物。そう、友達ありますね、友達。はい、わかりました。じゃあもう一回大きい拍手しましょう。本当に感謝します。やっぱり教会の成長は
あの深い秘密はありませんね。深い秘密はありません。神様愛しましょう、祈り賛美しましょう、神様奉仕しましょう、伝道しましょう、交わりしましょう、訓練しましょう、続けてしましょう。アメン。続けて続けて続けてしましょう。アーメン。本当にありがとう。